どうもこんにちは。どうもこんにちは。ワリジャピです。こんにちは、リードでーす。ビジネスミレイ、やっぱしゃー。どういて。え？今日はね、購入品紹介やっちゃうから、ポケセン行ってきたの。うん、ポケセン、うん、そしたらパパがね、うん、勝手に一人でなんか買ってた。ママのは買ってたよ。ママ買ってた。ママその後、うん、ドカーンと買ってたよ。大人買いした。ドカーンとね、うん、今日は、うん、7月7日七夕だ。ママが、うん、抽選に当たりましたので、おポケモンセンターに行ってきたんですけど、はい、他にも買っちゃうよね。買っちゃうよ。ほら見て、うわなんでクワッス。いいじゃんクワッス。俺クワッス大好きなの。クワッス今日買わなくてはまだ残ってる。やめて本当に泣いちゃうから先に買わなくちゃいけないのはホゲータとかニャオハ、ね、他にもねブラッキーがいるんだよ。ブラッキー、あ、もうブラッキーすぐなくなっちゃうから。そうなんだよ。なんでブラッキーにしなかったの。クワッスが好きだから。まあ好みは人それぞれだよね。いやクワッスはねでもね人気だと思うよ、うん、一部で好きな人は好きだよね一部で。おいなんかさ、それ人気のない人のための励ましの言い方だよね。違う、いい前髪してるじゃん。俺前髪ないからさ、ほらね、つるんつるんだもんね。まずはね、これわぁ、これのセットです、ほらピカチュウ。スリーブはスリーブ、スリーブ、スリーブもあるよ。これも買ったの。わかんない、ピカチュウのものは全部。パパいないんだもん、レジに並ぶよっていう時に。ごめんね、いなくなっちゃうからさ。ごめんね、うん、これ買ってたんだ。うん、まあいいけど、それでピカチュウ系の全部入れといたんだよ。そっか、うん、正しい、うん、というわけでこのピカチュウが大好きいっぱい、うん、これなんていうシリーズ。ピカチュウ大集合。デザインはこんな感じ。めっちゃ可愛いね。こうでも全部オスのピカチュウしかいないわ。メスピカがいない。じゃじゃーん、オッケー。これコレクションファイルね。うん。コレクションファイル。いつものやつでした、いつものやつ。サイズもいつもと同じサイズだね。同じでーす、うんうん。あれ、そういえば、リフィルがなかったよ。え、リフィル買わなかったの？いや、なかったよ。え？目に入んなかったもん。リフィル買わないの？いや、だからなかったって。何やってんの？もう、これカードボックス。うん。ちょっとちっちゃいね。そう、ロングカードボックスっていうか、ロングかと思ったら全然ロングじゃなかったっていう。うん、まあ、買ったんだけどね。うん。ママが。あとこれね。じゃあそう、これもいるのかどうか分かんなくて、もうずっとママキョロキョロしたんだけど、パパ来ないのよ。来ない。なんかごめん。だからそれもいるのか分かんないから、とりあえず入れといたの。あとはこちら。あ、スタートデッキ。うんうん。お、3つかな。そうそうそう。とりあえず、こっちの、なんていうの、キャラが決まった方が2個まで。うん、お任せが1個までって決められてたから、うん、まあ悩んだけどやっぱコライドミライドンだよねと思って。まあわかる、うん、ちなみにミライドンが一番人気らしいよ。あ、やっぱそうなんだ。うん、これを買いましたと。うん、そしたらね、そしたらこれがついてきたのね。うん、これ謎のね、これ入れるのかな、それに入れるのかな、スタート。これに入れて遊べるんじゃない。あ、持ち運び、持ち運び用に。あ、これ使ってくださいってやつで、はいはいはい、でそしたら、うんうん、5パック限定で、お、ブユニ、ブユニ欲しいね。残念、スノーハザードでした。パパも5パック、うん、パパも買ったのか。買うことができました。パパもこっちは買えたのか。こっち買いましたよ。わ、というわけで全部で10パックあるからね。でこれまた次の動画で開けるから。わ、今日開けないから引っ張るね。今日は購入品紹介の動画だ。そうだ、グルーシャが当たるといいね。グルーシャ、グルーシャが大当たりわけです。あっちはその前に、あっちだ、違う、それじゃない、こっちか、それだ、はい、かわいい、ニャオハいっぱい、はい、はい、次行きます。ニャオハ、これパパの携帯にいっぱいペタペタ貼る。やめて、クワッス買わなかったからパパの携帯これいっぱい貼っとく。ベタベタになっちゃうからやめて。パパのパソコンのモニターどこに貼っとく。一番やめてはい、あとはこちら。わー、来たー。何これ、大人かい。全部揃うよってやつ。そう、もうこれはもうツイッターで見た時から、うん、もう大人買いするって決めてた。ポップンスイートコレクション。わあ、かわいい。まあ、いつものよ。よく買うやつね。いつものやつ。うん。中にはピカチュウ。ピカチュウ、かわいい。ポッチャマ。かわいいなこれ。イーブ。欲しい。ガラルポニータ。お決まりだね。ゲンガ。寝てんじゃん。パチリスエモンガ。いや、この組み合わせいい。この6つがどれかが当たるってやつですね。さ。で。大人買いっていうのは全部入ってるやつ。全部当たるといいね。全部当たるよ。当たるんだこれ。当たる。あ、そうかそうかそうか、うん、じゃあこれも開けるのはまた別の動画でやりましょう。はい、ちょっとさすがに量が多いんでね今日は。うん、購入品紹介なのに中身は開けない。開けないで、これはですね、また来た。パパがね、近くのあのカードショップで、うん、買ってきました。あったね。なのでほら、これ全部で3つ揃ってる。うわー、
これはお任せって何なの、うん、え、誰かが入ってんの。それを知らないでもうこっち買ったんかい。知ってるけど教えてよねえ。ここにね、うん、ほらミライドンとかコライドン買ったじゃないですか。買った買った。これの種類が全部で8種類あるんですよ。これ6種類しかないよ。こうなんでここに要塞だ。ああ本当だ。よく見て。あったあった。8種類あるんだけど、うん、これのどれかが入ってます。ああ。かつ、かつシークレット枠がなんと2種。海流。欲しい。海流 EX と、うんうんうん、あと星ガリス EX。それはまあいいや。お欲張りすだよ。欲もっといいや。ということでその2つが当たるかもしれないという。海流欲しい。海流出るまで終われません。それは絶対やらない。海流だってまた今度単品で買えるって。あ本当。公式からちゃんとアナウンスが出てるんで。なんだ。テラスタルポケモンなんですよ。あこれ普通の EX じゃないですか。うんうん。海流テラスタルしてるから。絶対欲しい。海流は種として出てくるの、それとも二進化として出てくるの。二進化に決まってるじゃないですか。白竜使うじゃん。白竜使うよ。やった。よかったね、うん、絶対欲しい。出たらママのね。帰ってたらママね。わかった分かった。というわけで購入品紹介でしたけれども、うん、何一つ開けませんでしたね。何自慢。買った自慢。そうだよ買った自慢で。プレイマットとかも一切開けなかったね。開けません。どんどん開けなくなってくるよね。前はもうちょっと紹介してたよね。してた。基本パパは買うと本人でも紹介しないよね。うん、あんまり開けたくないんだよね。使う時にちゃんと新品で使いたいタイプだから。まあね、それは分かるけど、次回の動画楽しみという方はチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。